幸いにも荻窪署襲撃事件のみにとどまっていますが、今後何が起きるか予断を許さない状況にあります。おお、僕の家が。今回非常措置を取らせていただいたのは荻窪署襲撃事件の他に、11月10日十条駐屯地内における自衛隊艦球品盗難の件があったからです。お、メテオラさんだ。盗難されたのは ATM5 対戦車ミサイル6機、ミニミ多用途機関銃1丁および実砲、 MK26 手榴弾。そのうち ATM5 は11月17日における代々木公園での乱闘で6機全てが使用されていますですね。どこかで彼女に実力行使の意思を見せなければいけないと思っていた。しかし私は攻撃系の魔法に悟くない。というわけでちびっと拝借を。 ATM5 は1機2600万円、全て国民の税金で賄われております。6機ですと1億5600万円。緊急避難ということで勘弁してほしい。またその際にあなたが破壊した競技場および公園の備品は刑法上器物損壊であり、民法上は賠償請求の対象になります。勝手に使ってごめんなさい。申し訳ありませんでした。はい、最初からそうおっしゃっていただけると。